キャラの魅力を最大に盛り上げる。それが俺の仕事だからな。ヒーロー、うぜえ。こっちだってシオリンって呼んじゃうぜ。引くな、乗れよ、乗ってこいよ。5度目の浮気がバレ、今度こそ別れると本気で告げられ、途端に慌てふためき、必死に捨てないでくれとすがりつく男のポーズ。見てみようよ。あれ、野崎くんも何て言えばいいのか考えてるのかな。ケンさん、お茶でもどうですか。さっさと帰りてえからいりません。ケンさん、今回の話どうです。そうっすね、セリフ多いから文字構成しに今すぐ帰りて。じゃあどうも。お疲れ様でした。な、クールな人だろ、かっこいい。野崎くん、嫌われてない。そうか、これは野崎くんの好みのタイプを知るチャンス。でもそう思うと緊張するな。平常心よ、千代。どんな女の子連れてきたってがっかりしちゃダメよ。決めたのか。ああ。鈴木の資料用に